こんにちは、歌です。本日は消防設備士6類の実技試験を、解説していきたいと思います。で、今日の問題はですね、過去問から、引っ張ってきているんですけれども、8月末千葉県で行われた試験の、問題をですね、一問過去問として出しています。なので動画最後まで見ていただければ、この問題が実際に千葉県の試験で出ましたよというのをこの動画でお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。で、実技試験ですね、どんな感じで問題が出るかというと、一つは使う器具の名称ですね、点検で使う器具の名称、これも出やすいんですけれども、あとはこの点検の順番とかも出てきます。絵がですね5個ぐらい出てきて、この中でですね ABCDE の中で順番が逆なのはどれでしょうみたいな、そんな問題も出たりします。なので器具の名前と、あとは名称ですね、消火器に設けられているものの名称、あとはこの点検の順番とか、あとはその点検器具の用途ですね、何に使う道具なのか、この辺を押さえておく必要があります。で、これ分かってないと実技試験で丸々点数を落としてしまうことになるので、しっかりと全部勉強しておいた方がいいです。ある程度勉強ができたよっていう人はですね、もう筆記試験に割く勉強を全て捨てて、もう実技試験に勉強時間を全て割いていった方がいいです。では今回の動画はですね、点検で使う器具を、紹介していきたいと思います。まずこちらですね、はい、こちらは、キャップスパナと言います。で、このキャップスパナ何に使うかというと、消火器のキャップを外すのに使うんですね。で、消火器のキャップって何って思う方もいると思うんですけれども、これのことです。見ればわかると思います。これ、すいません、これ一応蓄圧式の方の、消火器なんですけれども、ここですね、蓄圧式じゃなくて加圧式だと、ここに支持圧力計がないと思うんですが、これです。これを外すためにキャップスパナを使います。で、この消火器を固定して、キャップスパナでこう開けていくような感じなんですね。なので消火器を、固定する道具というのもあるんですね。それがこちらなんですけれども、これクランプ台と言います。これで、この消火器を固定して、キャップスパナでこう開けていくっていうような感じですね。で、消火器の内部を点検するという流れになります。なのでこの動画だけでまず2個出ましたね、キャップスパナとクランプ台。これはですね、消火器を点検するときに必要な道具なので、しっかり使い方を覚えておくようにしましょう。キャップスパナは、消火器のキャップを外すために使う、クランプ台も一番最初に使う道具ですね。消火器のキャップを外すときに、固定するために使う道具、こういった用途となっております。続いてこちら、わかりますか皆さん、こちら、ちょっとキャップスパナに似ている道具なんですけれども、これプライヤーって言います。プライヤーですね。ものによってはウォーターポンプライヤーとか記載があるものもあると思うんですけども、これプライヤーです。これですね、キャップスパナと違って、この画像の違い見ていただければわかるんですけれども、これ口の大きさ変えることができます。キャップスパナはもう口の大きさ決まっちゃってるんですけれども、このプライヤーはですね、口の大きさ変えられるので、ちっちゃいものにもこう回すことができるし、大きいものも回すことができるという、大きいものにも上限があるんですけれども、そういった道具の違いがあります。で、このプライヤー何に使うかというと、こちらの画像を見てください。この加圧ガス容器、加圧式粉末消火器には加圧ガス容器が設置されていると思うんですけれども、これを外すときに使います。これも外すんですね、点検で。そのために使うのがプライヤーですね。なのでキャップスパナでは開けることができません。なぜならキャップスパナの口の大きさが決まっていて、もう回せないんですね。なのでプライヤーを使うということになります。これもですね、実技試験の写真で出てきたりするので覚えておくようにしましょう。次の問題ですね。次の問題がこの前、8月30日ですかね、千葉県の試験会場で出た問題となります。それがこちらなんですけれども、これです。皆さんこれ分かりますかね。これですね、ロートって言います。ロートですね、カタカナでロートという風に読みます。これはですね、消火器の中に粉末を入れるときに使う道具となります。消火器のキャップを外すと消火器の中が見れると思うんですけれども、そこのこの輪っかの中にロートを差し込んで、あとは粉末をこう入れていくというような感じですね。米の精米みたいな、あの感じにイメージが近いと思います。なのでこのロートという道具の使い方としては、消火器の中に粉末、ピンク色の粉末を入れるために使う道具ということですね。これが、この前、千葉県の8月30日試験に出ました。実技試験の方に出ました。なので、これから受験という方もですね、全国各地で試験が行われているので、もしかしたらこの問題の使い回しというのがあるかもしれません。実際に問題使い回しで出てきているので、今日の動画は、ロートだけじゃなくてですね、全ての問題を押さえておくことが、点数獲得への近道となります。それではね、次は加圧ガス式の粉末消火器ですね、こちらの分解までの手順っていうのを紹介していきます。
きたいと思います。でこの手順も順番が問題で出たりですね、空欄を埋めなさいみたいな問題で出たりするので、そこをしっかり覚えておくようにしましょう。まず5段階に分かれているんですけども、ちょっと試験でどういう風に出るのかわからないんですけれども、とりあえず5段階があります。まず1ですね、これで総質量を測って消化薬剤を確認するというのがあります。まあこれはですね、質量を測るんですけれども、あの消化器に実際に質量とあと薬剤量、そういったものが記載があります。それと相違がないか確認ですね。加圧式の粉末消化器だと指示圧力計がついていないので、あの噴射した後にですね、量が変わっている可能性がもしかしたらあるんですね。誰かが噴射しちゃってということがあるかもしれないんですね。その時はですね、使用した使用済みの表示とか見ればわかるんですけれども、一応点検の項目としてそういったあの確認の方法があるので、これが1番となります。で続いて2番ですね、クランプ台に固定します。先ほど写真出したこちらですね、はい、クランプ台で消化器を固定してキャップスパナでこう持てるようにするんですね。これが2番です。で3番目、ドライバーで排圧線を開き内側の圧力を抜くということで、これいきなりキャップスパナでこれ開けるとプスンってこう圧力が吹き出す可能性があって危険なので、一応この排圧線というところを開いて圧力を逃がすというのがこの3つ目の作業となります。で4つ目ですね、キャップスパナ、こちらを使ってキャップを緩めます。でこれ先ほど説明した通りですね、この加圧式の粉末消化器を取り外すようなそういった作業に移っていきます。続いて5つ目、バルブ部分の本体から抜き取り、プライヤーを用いて加圧用ガス容器を外すというのがあります。これはですね、あの加圧ガス容器ありますよね、こちらのもの、こちらですね、これを外すという作業ですね。これも点検のうちに入っています。こちらの今説明した5段階がですね、過去問なんですけれども、加圧ガス式の粉末消化器、こちらの手順ですね、分解手順という部分ですね、点検全体じゃなくて分解までの手順、それが試験に出る可能性がありますので、ぜひ押さえておいてください。まあ、これだけでもですね、ちょっと難しかったと思うんですけれども、これ穴埋め問題でも出たりするかもしれないです。でそこのポイントがですね、やはりどういう風な感じで出るかというと、このクランプ台とか、あとキャップスパナとか、プライヤーとか、そういったワードですね、点検するワードをこう ABC の中から選びなさいとか、そういった問題が出たりするので、物の名前は覚えておくようにしましょう。スパナとかプライヤーとか、いろいろちょっと名前が似てるような、見た目も似てるようなものがあるので戸惑っちゃうかもしれないんですけれども、まあ、一度画像とその問題集をこう比べながらやっていくとしっかり頭に入ってくると思います。おつろくの試験はですね、消防設備士の資格の中でも最も受けられている問題なので、広い範囲の問題が出てくるので、必ずしもこの動画で紹介したものが出るとは限らないんですけれども、地域によって過去問は使い回していることもあるので、過去問を勉強するというのはですね、絶対ではないんですけれども、勉強していくと点数の加点につながる勉強法となります。たとえ1回落ちてしまっても、何回も試験受験を受けるチャンスはあるので、諦めず最後まで勉強頑張ってみてください。本日の動画は以上となります。それでは